ちです。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんは、紙派ですか、デジタル派ですか。本当いつもいつも、本を買うときに迷って、だいたい1日くらい迷いますね。私は紙派なんですけれども、在庫がなかったりとかした時は Kindle 版、どうしてもその日に読みたい時は Kindle 版にしますかね。ということで、今日はですね、こちらの黒板を使いながら、眠たくなる授業、行動経済学に関する授業をやっていきたいと思います。すごく世界一眠たくなる授業はやりたいジャンルなんだけど、まとまった時間が取れてなくって、なかなか原稿を作れなかったので、今日は久しぶりにできて嬉しいです。皆さんごゆっくりお楽しみください。今日はですね、一冊の本を題材に取り上げていきます。人はなぜ約束の時間に遅れるのかという、島宗悟さんという心理学者の方が書かれた本を題材に、ちょっと皆さんみんなで学んでいこうかなと思います。で、ね、この本を紙で買おうと思ったんだけど在庫がなかったので、今回は Kindle 版で買いました。この本は、行動経済学っていうよりかは、この行動分析学が主題の本なんですけれども、結構行動経済学と被る部分がたくさんあったので、このように書きました。この本の中で、人は、題名の通り、約束の時間に遅れるのかとか、人はなぜ血液ファクターで性格を判断しようとするのかとか、人はなぜ災害から遅れるのかとか、人はなぜ騙されるのかとか、そういったことを、行動分析学をもとに、解いていくんですけど、その中にね、今回のタイトルにもある人はなぜ傘を置き忘れるのかっていうのもあるんですね。だからそれと、ちょっと行動経済学とかの余談とかも入れつつ、一緒に考えていけたらなと思います。ではまず、この人はなぜ約束の時間に遅れるのかという本の要約をお伝えします。私たちってなんでこんな行動をするのか、なんでこういった癖があるのかとか、そういった行動の原因を、なんか人はこういう性格だからとか、私って生まれつきこういう遺伝子持ってるからこういう行動しちゃうんだよなとか、その心とか性格とか遺伝子とか、なんかちょっとよくわからないものに簡単に結論を持っていきがちじゃないですか。でもこの行動分析学は、それまでの行動とか環境とか具体的な原因を見つけて、さらにその行動を改善対策できるようなところまで、
思考術っていう、行動とかその原因を可視化していく手法を使って、具体的に行動と原因、環境とかを分析していくんですね。なんで一緒にその思考術っていうものを見ていきながら、タイトルにもあるこれと、あとは、人はなぜ傘を置き忘れるのかっていうのを、私なりのちょっと補足考えとかも付け加えつつ学んでいけたらなと思います。まずこの思考術は、一つ目に行動をダイアグラムで可視化します。ダイアグラムっていうのは、こうよくプログラミングとか設計とかでも使われるんですけれども、ある一定の法則に従って、ここではね、行動を可視化していくといったものになります。文章の中ではこんな感じで出てきています。じゃん。例えば、人はなぜ約束の時間に遅れるのかに対して、人の行動を約束の時間、約束場所に着くまでの行動を書き出すんですね。まず準備を始める、準備をする、電車に間に合うように家を出る、電車に遅れずに乗る、電車が遅れずに目的の駅に着く、で、約束の場所に到着するみたいな感じで、こうそれぞれ書き出すんですね。こういったものをダイアグラムと言います。ここに随一デートに間に合うための課題分析って書かれてるけどね、もうデートだったらもうこんな細かいこと考えずに頑張って間に合えよって思いますけどね。で、さらにその書き出したダイアグラムに対して、どういったことが原因で約束の時間に遅れてしまうのかっていったものを書き出すんですね。例えばそのおしゃべりに夢中になるとか、寄り道しちゃうとか、そういった要因になりそうなものも一緒に書き出していくことで、課題分析も行っていきます。ここから、著者はですね、約束の時間によく遅れる人と遅れない人の違いが大きく現れるのは、そう、間に合いそうな時間に出かける準備を始める段階ではないかと述べました。そこで、約束の時間通りに着くためには、出かける準備を何時に始めればいいのかを見積もる行動をより、分析していこうってなっています。なんで、まずはざーっと一連の行動を書き出して、課題になりそうなものを書き出すんですね。で、そこで一番ここが要因なんじゃないかと思うところに焦点を当てて、さらに分析していくという流れです。著者はその見積もるという行動を、行動追反性ダイアグラムというものを使って分析していきます。それがこんな感じ。まず時間を見積もる前の先行事象というのは、その見積もるという行動を引き起こす手がかりや出来事、条件、時間などのきっかけを表します。で、今度はその見積もるという行動をした結果変化するものを拘束事情に書いていきます。この場合、デートが決まった時、その瞬間に見積もる人は、そのデートが決まるという先行事情がトリガーとなって、時間を見積もるという行動をすると、拘束事情として出発の時間が分かりますよね。ただその時間を見積もるのって、例えば乗り換えがたくさんあったりとか、家からね遠い人だったりしたら、なんかわすごい手間がかかったな、疲れたなっていう労力もかかるので、これも拘束事情ですね。そういった感じで、行動のきっかけとなる先行事象、行動をしたことで変化する事象、拘束事象を書いていきます。で、これ矢印があると思うんですけれども、これですね、この行動が将来同じような先行事象によって引
見積もるタイミングだったり、それが時間を見積もる行動が遅かったりするから遅れるやすいんじゃないかっていう原因で、なんで時間を見積もることを先延ばしにしようとしてしまうのかっていうと、その人にとってかなり手間がかかると思ってしまうことだからっていうのが分かりました。じゃあなんで手間がかかるのかっていうと、もしかしたらその人はスマホを使い慣れてなくて、電車の時間をいちいち調べるのがとても億劫になっているとか、路線検索サイトありますよね。あれをそもそもアプリをダウンロードしてないからすごく面倒くさく感じちゃうとか、まあ、そういった要因があるかもしれません。だからそういう人に対してはもうより使いやすいサイトだったりアプリのデザインにしてあげるとか、見積もるという行動に対してより手間がかからないような工夫をしてあげることが大切だなっていうのが分析できるんですね。皆さんの一日はいろんなことをしてると思うんですけど、超簡易的に4つに分けました。家を出る、電車に乗る、カフェに乗る、帰宅する。で、ここで傘を持って家を出るわけですよね。だいたい人って傘を忘れるタイミングっていうのを考えてみたいと思います。だいたい傘忘れがちですよね。じゃあなんで家を出るときは傘を持ったのに、ここでは傘を持たずに出てしまうのかって考えたとき、電車が例えば存在を忘れたかもしれません。で、なんでカフェから家に出るときに傘を忘れたのかと考えると、晴れていたので雨の存在を、雨が降っていたことをね、忘れて傘も忘れるっていったことが考えられます。ここからわかるのが、雨が降っていたらもちろん人は傘を忘れませんが、雨が降っていたら、降っていなかったら忘れがちということになります。じゃあこの傘を取るという行動は
ず、こっち側に先行事情、こっち側に後続事情を書いていきたいと思います。ますかね。どうだろう。まずこのままだと濡れる、雨が降ってる状態ですね。このままだと濡れるってなった時に人は傘を手に取る行動をします。それによって後続事情は濡れずに済むということですね。濡れずに済むという経験は同じような状況、また雨が降った時に傘を手に取るっていう行動を同じように引き起こさせるじゃないですか。だから行動追反性の強化、上の矢印がつきます。ただし傘を持つことによって荷物になるじゃないですか。これ結構私も嫌なんですけど、それって人にとってデメリットだから、傘を持ちたくないな、同じような状況になったとしてもなんとなく傘を持ちたくないなという思いで、思いになるので弱化、下の矢印がつきます。だからこういった濡れずに済むっていうメリットがない限り、荷物になるのが嫌っていう気持ちの方が大きいから、こういった先行事情がない限り傘を手に取るという行動が引き起こされにくくなるっていうのが分かります。だから人は地下鉄だとこういった先行事情がないし、壁から家を出た時にもし雨が降ってなかったら同じようにこういった先行事情がないので傘を忘れてしまうということが分かります。こういうことが分かったら、じゃあどのように対策したらいいんだろうっていうことを考えます。もし手にストラップをつけて常に傘の感触があるという先行事情だったら、絶対に傘を手に取る行動が引き起こされますよね。そのように傘を手に取る行動が引き起こされるような先行事情を工夫して考えていくことが大切です。でさらにこの傘の置き忘れっていうのを、社会的課題をどう捉えて、公共的な場でね、いろんな取り組みがされているらしいです。例えば渋谷駅では傘の置き忘れを再利用する仕組みがあるらしいです。アイ傘という取り組みらしいんですけど、雨の日を快適にハッピーにと、使い捨て傘をゼロにをミッションに2018年12月にサービスを開始した日本初の本格的な傘のシェアリングサービスらしいです。850箇所以上にシェアリングスポットがあって、アプリに登録することで利用できるらしいです。私もこの本を読んで初めて知りました。ちょっと今回はこの本に従って可視化しながら行動を見ていたんですけど、経済学的な視点で考えると時間割引っていう概念が関係してくるんじゃないかなと思います。傘ってコンビニで買うとマシ500円くらいするから、こうチリツモでね、何回も何回も買ってたら数年後にはもう数千円、数万円の出品になってるわけじゃないですか。だから毎回ちゃんと傘を持ち歩くことは節約につながりますよね。でもね、でもこの時間割引という概念だと、同じ1万円でもその日すぐにもらう1万円と1年後とか2、3年後将来もらう1万円では全く価値が違うのが、高等経済学の時間割引の概念です。だから今日一日傘をちゃんと忘れずに持ったら1万円の節約になるよっていう
感じだなとか、あるいはこう勉強とか仕事に集中できないなってこう思ってへこんじゃうことがありません。私は集中力がないからとか、私はだらしないからとか、大雑把だからとか、そういうので人って片付けがちだと思うんですね。でも本当に自分の行動と向き合いたいときは、こうやってこう一日の自分のルーティンとかを書き出してみて、あ、こういうふうに改善できるんじゃないかなとか、あとはこう気合とか意識だけで変えようとせずに周りの環境を変えてみる。忘れ物をしやすいんだったら玄関に何か忘れない工夫をするとか、集中できないんだったらもう家じゃなくて場所を変えてみるとか、そういった環境を変えるっていった改善をして、こう変にね、自分の変えられない部分を責めすぎて落ち込んじゃわないようにするのが大切だなと思いました。あと、私がすごくこの本で印象的だったのが、ある考え方があると、それって文化的にそうだからとか、宗教的にそういう考え方だからって結構考えられがちですよね。でも、その宗教的な考えにも結構合理的な背景があるパターンが多いらしいです。例えばですね、ヒンズー教の社会では、こう聖なる牛として、こう牛を崇めているので、殺すことも禁止しております。ただ、これを、まあ、いきさつを調べてみると、結構経済的な存在意義があるらしいです。例えば、牛の糞に含まれる肥料や燃料としての経済的意義とか、その糞と土を混ぜ合わせで建築材にするとか、あとは牛は人間の残飯を食べて育つから飼育コストが低く抑えられるとか、さらにインドの乾燥した硬い土壌を耕すには力強い牛の力がね、必要っていうことなどから、殺すことをやめよう、それを宗教として聖なる牛と規定定めることでみんな殺さないようにするっていった背景があると、文化人類学のマーディン・アリスは紐解きました。なんかこんなようにこう性格とか、もう昔からの信仰だからとか文化だからみたいな、単純な言葉で片付けないで、その仕組みとか背景を紐解いてみるのもすごく面白いなと思いました。今回は初めてこういった形で世界一眠たくなる授業をやってみました。もうね、ちょっと小難しい話だから、もう皆さん聞いてる方も少ないんじゃないかなと思うんですけれども、少しでも楽しんで